久保さん僕ね、あの、貝の紐好きなんですけど、あの紐。あれね、昔捨ててたら、あの、ゴミだったらしいですよね。で、そのゴミをなんとかなんか再利用できないかっつってね、あの、俺、うまいっすよ。僕、好きなんですけど、おつまみ、コンビニでね、おつまみ買うとき、あの、貝の紐みたいなのが買うんですけど、あれね、めちゃめちゃうまいっすよ。あれ、捨て,てたのかみたいなね。そう。あれはね、なんか、お酒のつまみに合うガムですね。 あのねねうまいっす、ねはい、です今回はあの久保さんも知ってるかもしれないですけどまあのね班長、まあ、あのカイジのスピンオフ企画でなんと今年からまた連載が始まったあの沼を作った一条一条っていうキャラがいるんだけどその一条の,その沼を作るまでの物語みたいなのが出てきたんですよ。 スピンフォー、一条 <laughs>。これ絶対見ますね。100%見ますね。これ一条見るしかない <laughs>。一条はどうやってあそこまで成り上がったのかっていうね。どう、どう、だからまあ、あの漫画の中で、ね、一条がちょっと出てるんですよ。なん成り上がるまでに、その、提愛グループの、あのー、兵道会長の、 あの靴なめるとかなんかいろいろなんかちょいちょいコマ出てるんだけどもそれどうやってこの成り上がったのかっていうのはねあのえあの福本さんがどう描くのかっていうのはちょっと興味深いので一条はねまだね3話ぐらい今年の1月から出たらしいんですけどまだ3話ぐらいまでしか出てないんで全巻揃ったら一気読みしようかなっていう思いますね一条は、うん、どう上京してからいったのかっていう。 まあ昔ねその田舎から東京に上京して夢をこう持ってみたいギター一本でみたいなねよくありましたけどもじゃ全員がね成功したのかっていうその鹿児島から上京した長渕剛さんとかはね、まあ、成功したと思いますけどあのギター一本でねその状況みたいなまあ全員がねあの成功するわけじゃないんですよだけどうーんそれを挑戦しない人生っていうのは僕は あのもったいないんじゃないかなと思いますね。だからその失敗しようが成功しようがそこにそうなりたいと思うんだったらそれをやってみるひとまずやってみるっていうのがうーんすごくいいんじゃいい生き方なんじゃないかなと。うん成功はわからない本当に上京してもうーんプロミュージシャンになれるかわからないだけどやりたいことをやってみるっていうね。 うーんだってねほ、まあ、本当に1回しかないですからね人生うん、まあ、病院のベッドで酸素マスクつけて上京しようとかね無理じゃないですか <laughs> だからその上京できる区間とかも限られてるのでその夢を追いかける夢をこう頑張るっていうところも限られてるわけで人生100年の中でちょっとしかないので。 僕も鹿児島で独立した時もやっぱそこを考えましたからね人生長いまあねいつ死ぬかもちろんわからない明日交通事故で死ぬかわかんないですけども100年と想定した時にもしこの時にあの今やめなければ多分俺の人生大き,大きくは変わらないだろうなとまあ組織にいる以上ねまあその遠藤さんじゃないですけど <laughs> 遠藤さんも提案に入ってね多分その まあよくフレーズで出てたんですけど、提案に入ったけれども、やってる仕事っていうのは、なんかしょうもない仕事しかやってなくて、なんか俺の人生これでいいのかなみたいな。だ遠藤のスピンオフも出してほしいですね。遠藤の人生のスピンオフも。うん。なんかその理想と現実のギャップっすよね。うん。結局、こき使われてるっていう, <laughs> うん。うさんもまあひ。も被害者 でもあるっていうことなんですけどね。被害者というか、まあ、まあ、それがあの世の中の仕組み構想なんで。うん。だから逆に遠藤さんは僕はカイジにね、憧れてた部分があると思いますよ。なんか心の中で、こんな生き方ができたらいいのにな、みたいなね。多分あると、遠藤さんはね、多分そう思ってたところはあると思いますね。こいつはなんか、バカだな、とか、すげえバカ、バカだな、もうどうしようもないクズだとかね、バカだとかね。 あのここ,こそういうセリフはあるんですよ心の中でいずれさ漫画のねだけどもっとその書かれてないことを深読みするとバカだなこいつアホだなとまだこんなやってやがるよって思いつつも多分心の奥底ではこういう生き方できたら幸せだろうなみたいな思ってたんじゃないかなと思いますねうん一応楽しみですね、はい行ってらっしゃい